表示部に C02 が点滅し、運転が中断しているのは排水がうまくできないためです。排水ホースにねじれやつぶれがあるとき、また排水ホースやその先の排水口に糸くずが詰まっているときなどが原因です。点検のポイントを説明します。一時停止ボタンを押してから、ご自分で点検ができる場合は点検をしてください。最初は排水ホースの点検です。洗濯乾燥機の下や横から見える排水ホースが無理に曲がって潰れていたら直してください。途中で10センチ以上高くなっていたら低くしてください。排水ホースやその先の排水口は糸くずなどで詰まりやすいところです。排水トラップの中を点検し、詰まった糸くずなどを取り除いてください。排水ホースを取り外します。次に排水トラップカバーを取り外します。排水トラップの目皿の凸部分を持ち、少し持ち上げ引いて取り外します。内部に溜まった糸くずを取り除いてください。さらに分解してお手入れをする場合は、排水トラップの取扱説明書をご覧ください。お手入れが終わったら、目皿と排水トラップカバーを取り付け、ホースを元通りに止まるまでしっかりと押し込みます。押し込みが不十分な場合、排水時に水があふれることがあります。排水トラップが設置されていない場合も、同じようにホースを取り外し、排水口の中を点検してください。